おはようございます。炭水化物です。今日もね、自転車で走っていきたいと思います。今ね、ここ江田駅にいます。朝の4時ですね。なんでこんな早い時間から走り出しているのかと言いますと、今日はこの江田駅からですね、名古屋の方に走っていきたいなと思います。だいたい320キロの旅路になる予定でございます。まあ、なんで名古屋に行くのかと言いますと、あのサークルズっていう自転車屋さん、皆さんご存知ですかね。名古屋に、まあ、あるちょっとね、あの変わった自転車屋さんなんですけど、まあ、そこにね、仲間で行きたいよねということで、じゃあ何で行くのと、自転車でちょっとということで、自転車で名古屋まで走っていきたいと思います。あ、言っている間に、おはようございます。いや、もしかしたらまだ、はい、おはようではないかもしれない。そうですね、こんばんはの可能性がまだありますね。こいつで来るとは。そりゃそうですよ。いや、相当悩みましたけどね。いや、ロードバイクで来るかと僕は思ってました。いや、僕もあのロードバイクで行く気満々だったんですけど、ちょっとこいつで行きたくなっちゃってですね、クラストのノイスター新しい自転車で走っていきたいと思います。 38C のタイヤでね、どれぐらい走れるのか、箱根峠越えれるのかと。いや、これこっちの方がおかしいですからね。固定ギアですよね。固定ギアです。固定ギアの、こいつが輪行バッグなんですよ。マジでバカでかい輪行バッグしてもバカでけえな。いや、持ってこないで、あっちでサークルで買おうかなっていうのは。ああ、それマジでありですよね。あったん。いや、しかしこれで320キロは行かれてんな。頑張りますよ。笑っちゃうな。最後の一人も来ましたね。今日はグラベルバイク1台、まあ、これね、28C ぐらいのタイヤが入ってる。28の固定ギアのテストバイクが1台と、あとこれ35か8ぐらいかなのタイヤを履いた、これはフリーギアの。今はフリーでしたね。ピストでしたね。これで、320キロ走っていくわけでございます。22時までに着けばいいですね。そうですね。ね、いや、あわよくば21時に着きたいかな。8時は多分無理や。めっちゃ頑張りましょう。じゃあそろそろ走っていきますか。じゃあ、しかも今日はサンダルでいきますからね。金のサンダルで、はい、もちろんフラットペダルでございますね。よし、まずはね、246走って境川沿いに出てから、ひたすらなんかして海沿いに出る感じですね。そこからひたすら箱根の方に向かいましょう。旧道を越えます。じゃあいざ出発。今日はね、無理せずゆっくり行きます。そもそも320キロとか走ること自体が初めてかな、ほぼ。あ、まあ、ブルベで1回ぐらいあるか。いやー、マジであの自転車で320キロは行かれてんな。本当に走りきれるのかな。ちなみにアロハシャツみたいなの着てる人はね、だいたい200キロぐらいまでは走ったことあると。ただね、昔結構レースとかやっててね、結構速いっす。僕より全然速い。で、その横にいる彼はね、めちゃくちゃ強いです。もともと E1 でレースしてたってことでね、ちょっと足はね、前の2人の方が強いんですけど、まあロングライドは僕の方が経験もあるということで、まあなんとかね、体力でついていきたいと思います。機械と根性でついていきたいと思います。まあ前のね、ピスト2人はね、ギアがないんで、坂道でもダンシングで漕いでいくしかないということで、坂道早いんですよね。その分僕はね、ギアを落として、まあゆっくり足に負担なくね、遡れるんですけど、そこの差が出ていますね。今東海市場、まだ朝の5時前ですが、もうすっかり明るいですね。さすがに7月半ばということもあって、もう4時半ぐらいからね、こんな感じで、まあ、明るくなってます。境川、朝6時前の境川です。自転車はね、まだ全然走ってないですが、ランナーはね、たくさんいます。まもなく1号線出るかな。境川が終了しました。今日はね、一生向かい風です。川沿いもおそらくこれから海沿いも向かい風なことでしょう。一旦休憩、セブンイレブン。ついに134号に出ました。ここからね、大磯の方に向かって1号線に合流して、基本的にはもうその後ずっと1号線ですね。天気はね、残念ながら曇りなんですけど、あの逆に気温が涼しくていいです。今まだ結構涼しいですね、走ってると。まだまだ小田原26キロ平塚2キロです。旅は始まったばかり。結構山の方雲出てますね。これもしかしたら箱根の上の方は天気が良くないというか、雨が降ってる可能性もあります。まあそれにしてもね、300キロの長距離を何人かで走るのは初めてかもしれません。いつもブルベとかね、一人で走ってますから、やっぱりね、複数人で走ると精神的にかなり楽です。早いね、彼。
すごい風、とんでもない風です。若干雨がパラついております。気温が上がってなくていいです。ちょうどいい。最近レインウェアがめちゃくちゃ活躍してるわ。もうなかなかねレインウェア活躍する機会ないから、活躍すると結構嬉しいっていう。さあようやく小田原に到着しました。そして雨が来てます。これはもう完全に登りで降られるやつですね。間もなく箱根湯本です。もう久しぶりだねこのまっすぐ行くの。いつもこれを左に曲がって熱海の方に行くことが多いですが、今日は1号線をまっすぐ進んでいきます。なんかブルベやってるんですかね。たまにそれらしき人がチラチラチラホラチラホラといった感じです。まあ、我々もね今日300キロブルベみたいなもんです。箱根登る前に休憩しておきましょうということで、ここからね長い登りが始まるわけです。ということでね、いざ箱根でございます。急道を登っていきますよ。約11キロの登りです。シャドウも結構きつい。久しぶりだね急道。多分雨も降りそうな感じです。いやよく考えたら箱根の急道はまだ1回しか登ったことがないですね。まだ2回目の箱根です。さていよいよ急道に入っていきます。これまっすぐとね箱根湯本ですけどね、左曲がります。こっちに行くと旧道がございますね。これより旧東海道箱根関所まで15キロと。ああ降ってる降ってる、いきなり降ってる。さあいきなり登りますよ。こっからもうシャドウが急に上がります。さあ彼らシングルギア勢はどこまで行けるんでしょうね。いやー雨が降ってきました。まあ僕は無理せず登っていきたいと思います。いやー早速シャドウがきつい。箱根っぽくなってきた。この辺はちょっとシャドウ緩い区間です。降ってるね。めっちゃ降ってるね。結構大雨だよこれ。これはちょっとどっかでレインウェアを着た方がいいでしょうね。でも上りはちょっとさすがに暑いわ。とんでもない坂です。前の2人もさすがに自転車を降りて押して歩いております。そりゃそうだよな。これは私の自転車には幸いギアがついておりますので、なんとか登っていきます。あれきついねさすがに。右足じゃあちょっと先行ってますね。多分追いつかれると思うんで。まだ始まったばかりですよ。土砂のぶりでございます。いやーこんなに降るか。これはちょっとレインウェアを着ないといけない可能性が出てきました。ちょっくらレインウェア来まーす。よいしょ。ということでちょっとねレインウェアを着用しました。一応ねちょっと早めにねレインウェア着てた方がいいです。結構気温もね低くなってきます。だいぶ寒いですこの辺は。これ何パーセントあんの。怖っ。フラペなので滑らないように気をつけないといけません。ふっ。オッケーオッケー。後ろの2人が見えなくなってしまいました。さすがにシングルギアでこの峠きついですね。心が折れなければいいですが、シャドウがとんでもね、もはやレインウェアの内側が雨で濡れてるのか汗で濡れてるのか分からなくなってきました。今どれぐらい来たんでしょうね。半分ぐらい来たんでしょうか。手持ちサイコンスタイル。お、半分は来てます。激坂来た。この辺りからですかね、箱根の振動から見た時にえげつない坂あるなっていうのがあるんですよね。それがおそらくこの辺だった気がします。この上が確か振動かな。おお、やる。あめちゃくちゃおもろい。ギア比がね彼らは 2.7 度がありますからね。それでも登っていくのがすごいです。これより 1.2 キロの間7曲がり、上り勾配 10.1%。 OK、 7曲がり終了。あーきつかった。7曲がりの区間はずっと勾配きついです。ただ不思議なことに標高を上げれば上げるほど雨が止んでいきます。まあ多分もうあと2キロほどでゴールじゃないかと思っております。雨というか嵐ですね。大雨です。ちょっとねお茶屋さんで
雨宿りをさせていただいてます。ありがとうございます。趣のある落合さん、あともうちょっと登りがある感じです。はい、行きましょう。待っててもね、雨はやみません。行くしかありません。あやっとすげえ雨。オッケー、いけるいける。まあ雨もあれだけど気温も低いです。気温もかなり下がってます。いやー、ウィンドブレーカーも持ってきといて正解だ。ちょっと2枚体制で行かないとこれ寒すぎて無理だ。もう下は川になってます。沼津の方は天気が良ければいいんですが。終わりか。終わったか。終わったんじゃないか。終わりだ。終わったってことにしたい。これどっちだっけな。多分左かな。ちょっと道を確認しましょう。やっと終わったか。いやー、長かった。さてさて、ほぼ上りは終わりのはず。こっからはダウンヒルですかね。おー、寒い。めちゃくちゃ風が冷たい。ただレインウェアを蓋をつけるおかげで全然平気です。おお、先週ね、ちょっと雨の峠で落車したので、カーブはね慎重に行きましょう。ちょっと今日は交通量も多いんでこけるわけにはいきません。沼津方面に行きます。わーお、わー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 嵐です。傘を差してる意味がありません。こんな雨と風の中、カチハリ乗ってるとか頭おかしいんじゃないのかっていうね、そういう目で見られても文句は言えません。よし、ということで芦ノ湖ですね。で、これを左に曲がっていけば沼津のはずです。わお、ちょっと待って、ちょっと待って、風がなんじゃこりゃ。芦ノ湖が大荒れです。見えねえか。もはや芦ノ湖が日本海みたいになってます。わあ、こんな荒れてる足のこは全然休憩してると体が冷えちゃうんで、先にねちょっと下っちゃいましょう。せっかくの観光地ですけど。そうですね、観光してる場合じゃねえ。まずは平穏を通り戻さなければなりません。先行ってください。ちょっとメガネが曇っちゃって。はい、グラベルがありますよ。グラベルありますけどそれどころじゃねえ。でもこれ、いやー、涼しいですね箱根。やっぱりめちゃくちゃ涼しいよ。涼しい通り越して寒いよ。俺寒いけちゃうよ。箱根の関所です。箱根の関所も失礼します。まあこの辺はねなんだかんだよく来るんでね、まあ今日はねいいでしょう。霧がすごいですね。沼津側の下りも 1,2 回行ったことあるかなって感じです。ただ沼津から先がもう全然僕はわからない世界なので、まあそこから先ね楽しみですね。引き続き登ってます。道の駅箱根峠まであと800キロ、800メートル。ああ、なんか見覚えのあるところに出た。ああ、終わったー。箱根峠、標高846メートル到達です。さてさて、この信号をまっすぐ抜けて、三島の方に下っていきましょう。ガスってて前が全く見えませんが。ああ、やばい。向かい風というか横風がすごい。何にも見えませんが、こっちの方に。沼津があるでしょうと。沼津まで22キロです。いやこれね、この下り晴れてたらめちゃくちゃ景色いいんですけどね。あ、すげー、久しぶりだなこの道。 やっぱディスクブレーキはね、雨の日はめちゃくちゃ足に感があります。がっつり効いてくれてます。あとまあやっぱりこういう時はグラベルバイク安心ですね。タイヤが太くて路面も見えにくいのでね、ちょっとロードバイクだと危ないかもしれません。わー、何にも見えねー。いやー、それにしても最近このラファのレインウェアが活躍してくれる機会が多くて、なんかちょっと嬉しいです。いつもこのレインウェアはね持っていくだけ持っていくんですけど、まあ 99% 使わないことが多かったんですけどね、買った甲斐があったってもんですよ。めちゃくちゃ高いですからねラファのレインウェアは。まあこれセールで買いましたけど。ようやく雨が上がって、おっと、沼津の方は日が差してますね。わお、めちゃくちゃいいですね。僕はカメラを持っています。知っています。存じております。いやー、すげえいい景色だ。さて、ようやく下り降りまして、今沼津の町8キロ手前あたりにいます。ローソン道クイーン。もう一生この道。118.6 キロ地点。ということで続きを走っております。いや実はかなり時間が押してます。もうすぐ120キロぐらいになるのかなんですけど、もう今
昼の11時42分と、まあ、結構もう7時間ぐらい経っちゃってるというところです。このまま行くとね、名古屋に着く頃には23時ぐらいに、もう23時超えちゃうかな。なので、まあ、そこそこいいペースで走っていく必要があるんですが、残念ながらですね、おそらくここからずっと向かい風です。もう今もね、結構向かい風吹いてます。ずっと沼津のあたりを走ってるんですけど、まあ見どころがないと、ずっと同じ感じの道でございます。そして一生向かい風でございます、残念ながら。でも今はねちょっと1号線を外れてます。なんか1号線途中でなんか自動車専用道みたいになっちゃったんで、まあ、そのうち1号線にまた合流します。いやー、それにしてもね、箱根でまあ削られましたね、足を。正直体力の 80% ぐらい持ってかれた感じはありますが、ご飯を食べたらだいぶ回復しました。いやー、食事は大事ですね。ただ黙々と走り続けてまして、さっき吉原駅っていうところね通り過ぎたところです。その吉原駅ぐらいまではね、実は前に一度来たことがあります。ただこっからは本当に知らない道です。富士川です。めっちゃ広い。もうほぼ海ということもあってめちゃくちゃ広いです。これが富士川だ。相模川でもなければ佐川川でもないぞ。富士市、富士シティに到着です。静岡方面に向かいます。あとまだ190キロ以上、まあ、走らなければいけないというところなんですけど、現在時刻がですね、13時半ちょうどということで、あと190キロ以上の距離を9時間半ぐらいで走り切らなければ23時を過ぎてしまうと。で、おそらくあと9時間半では到底着かないので、まあ、おそらく24時あるいは24時を過ぎるくらいに名古屋に着くんじゃないかなという、そんなペースでございます。まあね、ちょっとホテルにチェックインさえできれば何でもいいんで、もう最悪ね、ちょっと輪行をして、名古屋に向かわなければならないっていうシチュエーションもあり得るかなという状況でございます。まあまあね、ゆっくり行きましょうよ、せっかくの旅なんで。ちなみに遅れの原因はですね、向かい風でございます。ずっと向かい風ですね。箱根を越えてから爆風向かい風が延々続いております。これね、なかなかペースが上がらない上に体力も持っていかれるということで、結構ね休憩も多めに取っておるという状況ですね。まあどこかでちょっと追い風になることを祈って走り続けていきましょう。多分ならないと思います。お、さった峠の入り口に着きました。登るわけではございませんちょっと今日はね、さった峠に行くあれないですね。ここですね、これが入り口ですね。とんでもない坂です。あれ、あ、でもそっち行けないよね、自転車通行禁止になってる。これはかの有名な1号線のなんて言うんですか、歩道橋ですか。ここ分かりにくいな。よっしょ、重たい。ああ、なるほどね、こういうことか。海です。ようやく海が見えましたね。で、この歩道を通ってあっちの方に抜けていくと、この右側は自転車走行禁止です。こんなスピード出してる車のね、一緒に走れるわけがありませんね。さあ、じゃあ続きはしていきますか。時間もあまりないことです。この道が正規ルートというのが信じられない。明らかになんか間違ったところ走ってそうだけど、これは正規ルートでございます。左は高速道路かな合ってるのか、この道この道しかなかったけど、すごいね自由だ。すごい道だね。ずっと海を走ってるんですけど、なかなかね海を見る機会がないっていうのが不思議です。いや、めちゃくちゃ懐かしい路線に着きました。ここは沖津のブルベ、200キロブルベのスタート地点ですね。 N2BRM のブルベに出た時のスタート地点の路線だった記憶があります。まさかたまたま立ち寄ることになるとは。さあ、走行してる間に静岡市街に来ております。ついに静岡市街でございます。浜松まではねまだ80キロぐらいあるかな。いやー、まだまだ先は長いです。ようやく折り返し地点をちょっと過ぎたかなぐらいだと思います。これいつ着くんだ静岡駅に着きました。すげえ似合ってるわ。あー、また川を渡っております。安倍川、もうずっと向かい風すぎて、もはや向かい風が当たり前になってしまいました。何の違和感もありません。もはやもうこのまま名古屋まで行くんだなって、そんな感じです。現在
浜松手前50キロくらいの地点になります。で、時刻がですね17時36分ということでですね、ちょっと皆さんにね残念なお知らせがあります。今日中に名古屋に着かないですね。はい、今日中に多分名古屋に着くことは不可能だということが分かりました。で、問題がですね、まあ今日宿に泊まる予定なんですけど、チェックインに間に合わないですね。じゃあさすがにチェックインに間に合わないとですね、家なき子になっちゃうので、ちょっとそれはまずいということで、一旦浜松まで行って、もうその時間によって電車に乗るところを決めようと。で、まあ臨港でね名古屋駅まで行くということをねしないといけないんじゃないかという話を今しております。さすがに漫画喫茶に泊まるわけにもいかないのでね、この疲れた状態でということで、まあ何はともあれとりあえず浜松まで走っていきましょう。現在190キロぐらいですかね、走っていきます。20時ぐらいに浜松に着くんじゃないかと思います。じゃあ走っていきましょう。島田市に入りました。島田市にチャリで来ることがあるとは。いや、それにしても本当に今日190キロの向かい風区間ですね。もう最初から最後までずっと向かい風です。しかも結構強めの。大井川に来ました。大井川ですか、これが。わお、海がめっちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ広い。いやー、エボン見たわ。久しぶりの登り坂です。本当に登りがないです、箱根以外。はあ、思った以上に登ります。なんか熱海手前の登りに似てる。はあ、きつい。やっぱ登りはねきつい。おー、下り下り。登った後には下りが待っている。すごい軽電して回してます。固定ギアなんで前の人は足を止められないんですよね。かわいそうなことに下りでも下りでも足を回さなければなりません。きつい。しゃあ、一坂を通り過ぎました。もうすぐ掛川のはずです。道の駅掛川見えてきましたね。掛川ですね。しっかり待ってるのを失いました。今19時半かな、19時13分。ようやくここに来てですね、風が収まりました。まあ収まったといってもまだこんな感じですけど、でもだいぶマシになりましたね。今かなりペースを上げてます。浜松まであと18キロの地点まで出してきました。ここまで230キロ弱といったところでしょうか。いやー、残念ながらちょっとね名古屋には行けそうにありませんので、おそらく浜松かもうちょっと行ったところで電車に乗ることになるかなという気がしております。すっかり真っ暗です。いやー、暗いです。旅だ。いやー、暗いね。旅感出てきてね、出てきてるね。なんかこっちじゃない。あー、やっぱ違うの。こっちじゃないけど、さっきの道戻れそうなんで。あー、じゃあ右とか曲がって。ここがいる。おーい。いや、確かに幹線道路にしちゃちょっと暗すぎるなとは思った。ほら、グラベルじゃん。おい、今のパンクはマジできついぞ。このパンクはマジでやばいよ。いや、まさかグラベルを走れるなんて今日。いや、こういう道好きだわ。おーい、じゃあここが最後の休憩ですかね。そうですね。あと16キロ走って電車に乗って浜松名古屋、まあ総距離245キロぐらいになる予定です。疲れた。まあでも意外といけるな。天竜川、天竜川を渡ってます。とはいえ真っ暗で何も見えません。浜松市、ついに来た、ここまで。いやー、しかし本当にピストで240キロ走るとはな、本当に驚きだよ。いや、この前ちょっと乗せてもらったんですけど、とてもじゃないけど200キロ走れるような感じじゃなかったんだけどな。いや、もうね、めちゃくちゃ眠くなってきた。急に睡魔が。もう無理だ、走れない。しかしもう走る必要はありません。なぜなら
浜松駅に着いたからです。やったー、でっか、これが浜松か。終わり終了。うわもうこれ以上走れんということで、無事にね浜松駅に着きました。まあ、元々は名古屋駅を目的にしてましたが、ちょっとね今日は間に合わないということで浜松駅を目的地としたいと思います。いや本当に疲れた。でももうこいつで250キロも走れるんだっていうことに驚きましたっていうのと感動しました。ブルベもねちょっとまあ、あんま上りが多いブルベはきついけど、平坦が多いブルベだったらこれで出ても面白いかなという気がします。今日はこれにて動画は終了としたいと思います。ちょっと明日ねサークルズ名古屋にあるサークルズという自転車に寄ってね、輪行で帰りたいと思います。ということで楽しい旅でした。まあ、こんなロングライドをね友人たちと走るなんて初めてなので非常に楽しかったです。でまたどっか走りに行きたいですね。今日の走行距離は結局244キロぐらいですかねになったみたいです。まあ、山はね箱根峠ぐらいしか通ってないので、まあ1400ぐらいですかね。またねお疲れ様です。さあじゃあまたどっかでお会いしましょう。